皆様、いつもミジュナチャンネルのご視聴ありがとうございます。シトロエン所沢の水木でございます。本日ですね、先日シトロエン所沢に入庫いたしました、中古車のベルランゴのご紹介をさせていただければと思います。こちらの車、非常に状態のいいお車でございますので、ぜひ最後まで動画のご視聴いただければと思います。それではよろしくお願いします。はい、それでは先日入庫いたしました中古車のベルランゴのご紹介をさせていただければと思います。こちらですね、初の登録が令和4年の3月に、登録をしたお車でございます。まだ1年半ほどしか経っていない非常に年式の新しいモデルのお車でございます。でこちらですね、お色がサーブルというお色になっておりまして、現行のベルランゴですとすでにもうカタログカラーからなくなってしまっているお色のベルランゴでございます。こちらですね、状態は非常にいい状態を保ったお車でございます。走行距離がですね、約4万6000キロほど走行したお車でございます。なので距離に関しては少し伸びているお車ではございますが、外装の方、状態は非常に綺麗な状態を保ったお車でございます。このような形で見ていただくと分かるのですが、本当に外装の方ですね、全く傷がございません。まあ、ただですね、こういった樹脂の部分に関しては、まあ、少し、傷というか、線傷みたいなものは、入ってしまってはおりますが、ボディ自体に傷は全くございません。非常に状態のいいお車でございます。はい。あとは後ろ側ですね、はい、こういったところ、また樹脂パーツの部分になりますが、ここは少し目立った傷はございます。まあ、全体を通して非常に状態はいいお車でございます。それでは内装の部分もご紹介していきます。はい、それでは内装の方をご紹介していきます。内装もですね、非常に綺麗な状態を保っているお車でございます。本当にですね、傷全然ないです。で、この車ですね、中古車といえば、オプション関係が、取り付けているというところが魅力の一つかと思うんですが、 ETC はですね、搭載されております。なので、お乗り出しの際はですね、セットアップ料金が、発生いたしますが、基本的に取り付け工賃等は一切かからない、すぐにお乗りいただけるお車でございます。このような形で、モニターもですね、タッチパネル式になっておりまして、こちらにはナビとか、そういったオプションはついてはいないんですけれども、USB のですね、ここに差し込んでいただいて、スマートフォンと連動して、Apple CarPlay、ないしは Android Auto なるですね、スマートフォンと画面共有した、そういった形で、マップもお使いいただけるモデルでございます。やっぱり、ベルランゴですね、こちら、グレードが社員というグレードになりますので、上がですね、こんな感じで、ガラスのルーフついております。シェードもですね、しっかりとお使用いただくことができます。はい、で、こちらにですね、ついておりますのが、モジュトップというですね、装備になっておりまして、この枠にですね、ライトが搭載されていて、室内を少し明るく照らしてくれる。で、上の方には、収納スペースになっているというような感じ。仕切りがあって物を置いたりもできます。こういった形で、非常にベルランゴという車種自体も使い勝手が非常にいいお車でございます。じゃあ後ろの方も紹介していきます。はい、後ろもこんな形です。シートですね、若干ですがシミはございますが、そこを除けばですね、非常に綺麗な状態でございます。フロント側も、シミはございませんね。で、一応こちらの年式ですと、足元にですね、こういった形で、収納ボックスございます。小物であれば足元にお入れいただくことも可能です。ちなみにこちらのフロアマットはついておりませんので、お車ご検討いただく際はフロアマットのですね、ご購入も合わせてご検討いただければと思います。で、後ろにはこういった形で
収納ボックスが搭載されていると。あまり重い荷物は積み込めないんですけれども、まあ、あの軽い荷物、お子様がいらっしゃれば、まあ、紙おむつなんかはここに入れてですね、あとはまあブランケットとかそういったものをお入れいただくには非常に十分なボックスではないかなと思います。あとはやっぱり女性に非常に人気なのがこちらの後ろについているシェードですね。今ちょうど太陽が照っていますけれども、こういった形でひさしとしてご利用いただけますので、非常にこの装備もですね便利な装備になっております。まあ、総じてですね、こちらのモデルはですね、状態の非常にいい、お車でございます。まあ、ETC も、搭載されていたりですね、あと先ほどちょっと外装で触れてはいなかったのですが、マットガードも、搭載されておりますの、装備されておりますので、非常に、まあ、お乗りいただく際に、まあ、気に入っていただける一台ではないかなと思います。最後にですが、走行距離だけ確認しましょう。ちょうど4万、まあ、5900キロ、約4万6000キロほどのお車という形になっております。はい、あとですね、ごめんなさい、お伝えし忘れていた後ろですね、ラゲッジルームの部分になるんですけれども、こちらも非常に収納スペース広く、取られておりまして、こういった形でですね、ラゲッジトレイもございますので、こちらも、お客様にですね、ご納車の際は一緒につけさせていただいております。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。こちら非常に状態のいい、ベルランゴを入会いたしました。今回、まあ、ご紹介させていただきまして、おそらくたくさんのお問い合わせいただくかと思います。こちらの車ですね、もう本当に早い者勝ち、中古車ですから、一点物のお車ですので、早い者勝ちのお車でございます。ぜひ皆様、こちらのお車のご検討いただければと思います。最後になりますが、こちらのお車ですね、掲載価格はこちらになります。こちらでご案内させていただきます。はい、はい、ということで、今回はベルランゴをご紹介させていただきました。またですね、弊社の、ビジョナチャンネルでは、中古車新車ともにですね、たくさんのお車の、YouTube 動画を上げておりますので、ぜひ皆様、いろんな動画をご視聴いただければと思います。それでは、ビジョナチャンネル、シトネトコロザーの水木が、お送りいたしました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。